質問は、温かい心をかけ続けていくためにはどうしたらいいかと。ね、まず温かい心をかけ続けていくっていうことはどういうことか、イメージが大事なんです、ね、私の心の中にコップがある、コップがある、コップの中には水が入っている、ね、そのコップの中に水をこうね入れていくね、そしてコップがいっぱいになって水が溢れ出していく、これが本来温かい心をかけるっていうことなんです。自分から溢れたものを与えていくのが温かい心をかけるっていうことなんです、ね、だから続かないのはね、コップの中の水がいっぱいになってないのにね、その水をすくって温かい心をかけてるから枯渇していくんだ。枯渇していくんです。枯渇しないためには溢れたものを与えていくってことなんです。溢れる自分の心がじゃあ溢れるようにしていかないといけないわけですね。そう、そうなんです。溢れていくためには何が大事かというと、はい、聴聞なんです、うん、ね、だから温かい心をかけ続けていくためにはまずね、温かいものを自分の中にこういただかないといけない、うん、いただいて初めて温かいものをやっていこう。その温かいものをこう与えていくためにはどうしたらいいか、やっぱりね、時間があればね、あった分だけ仏法を聞くことです。仏法を聞くこと、仏法を聞くことによってね、善がしたいって気持ちになります。僕もね、本当にその心がけて仏法に触れようとしています。時間があったら仏法の言葉を書いていく、仏法の教えを書く、ね、一番はね、一番は自分で仏法の教えを書くことです。書いてください、ね、書く。仏法ってどんな教えなのか、どんな教えなのかっていうことを書くんです。書く、ね、書くって言って何を書けばいいのか、ね、何を書けばいいか、それは自分の中で、あ、例えばね、うーん、例えば今だったら温かい心をかけ続けてね、行くようになりたいと思ったらね、温かい心をかけ続けていくための教えとは何かとかね、そういうことを自分の中で書くんです。書く、何でもいい、仏法の教えを書く、書いていく。そうすると聞くときに耳をそば立てて聞けるようになるんです。あ、こういうことだったんだってなるんです。一番怖いのはね、私たちは聞き続けるとね、慣れちゃうんです。慣れちゃうとね、その温かい心を
もらうために聴聞してるのに、その聴聞に慣れちゃうと、いくら聞いてももうなんかね、聞き流しちゃってるんです。聞き流してしまうと温かい気持ちにはならない、善をしようっていう気持ちにはならない。それはやっぱりね、その聴聞っていうのはインプットなんですよ。インプット、ね、でアウトプットができてないの、ね、出すっていうことができてない。誰かに話をするっていう、そう、誰かに話を、ちょっと旦那さんがいるからね、ちょ今日聞いてよ、こんな話を聞いたんだからっていうことで話をしてみるんです。聞いたことを話をしてみる。今日はこんな話を聞いたんだ、あんな話を聞いたんだ、ね、YouTube にたくさんね、説法がある。その説法を聞いて、ね、そして、それを話をする。こんな話を聞いたんだ、そうやって話をすると自分の中でまた聞きたいっていう気持ちになる。また聞きたいっていう気持ちで聞くと、今度はね、善がしたいってなるんです。善がね、書く、話すね、書いたり話したりする。そしてまた聞くと、あー本当にね、人のために善がしたい、人のために何かしてあげたい、そういう気持ちになる。温かい気持ちになる。その気持ちで向かうんです。向かうと水がその分だけ減るので、ね、今度はまた水を入れなくちゃいけない。水を入れる時にはまた聴聞をする。聴聞したことを話をする。こんな話を聞いたよっていうふうに話をする。でまた聞く。そうすると、ああ善がしたい、善がしたいっていうふうになるんです。これを何回も繰り返していくことによって温かい心をかけ続けていくことができるようになる。だから車はね、ガソリンがなければ走れません。温かい心も、功徳という温かい心がなければやり続けていくことはできない。その温かい心は聴聞によって得られる。だから心がけて聴聞していくことが大事なことになります。分かっていただけたでしょうか。